こんにちは、モデルの新井紀子です。皆さん、おうち時間いかがお過ごしでしょうか。はじめに、今新型コロナと最前線で戦ってくださっている医療従事者の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。私は普段ニューヨークと日本を行ったり来たりしているのですが、今回のコロナの拡大が始まってから日本で過ごしています。皆さんも普段とは違った今の生活、大変なことも多いかと思いますが、みんなで力を合わせてこの難しい状況を乗り越えていきましょう。さて、今日は前髪のセルフカットをお見せしたいと思います。いつもはプロの方に切っていただいているので、自分で切ることってなかなかないんですけど、今日は見よう見まねで切ってみたいと思います。もしこのおうち時間の間に前髪をパッツンにしてみたいなって思う方がいたら、参考になれば嬉しいです。それではバスルーム移動しましょう。早速この前バサミで前髪を切っていきたいと思います。普段はこの眉毛が見えるか見えないかぐらいの長さをキープしているんですけど、もう結構立って伸びてしまっているので、2ミリいや5ミリぐらい切っていきたいと思います。ちょっと見られながら切るのは初めてなんで緊張しますが、頑張ります。まずこの前髪以外のところを切ってしまわないように、最初に前髪とそうでないところを分けたいと思います。こんな感じかな。私の前髪の切り方はもう横一直線一本切りです。なるべくハサミを水平にして横一直線に切っていきたいと思います。失敗できません。毛並みを整えながら、毛が。ポイントは前髪を浮かせながら切るのではなくて、もうおでこに沿わせたまま、そのままつけたまま切ります。なので髪の毛がたくさんついちゃうんですが、これは我慢してください。いつも見極め方はこうまっすぐ向いて、少ししかめっ面した時に眉毛が見えたぐらいが私のベーシックの長さになります。だいたい2週間に1回ぐらいカットが必要なので、もういつも切ってもらう時もミリ単位でお願いするんですけど、このついた髪を取るのにこれまではコットンを使ってたんですけど、それでもちょっと取れ、もう全部取れないなっていうことで、最近秘密兵器を発見しました。セロテープ、これをベタベタして残った髪を、顔についた髪を取っていきたいと思います。まだついてます。洗面台が小さな毛ですごいことになってます。いかがでしょう。ちょっとすっきりしました。一時期この目のギリギリのラインまでの長さをキープして強さを表現しようとした時があったんですけど、最近やっぱりこの目と前髪の間を作ることで、写真で見た時に目力が強く表現されるかなと思って、最近はちょっと短めにしています。短い細かい毛が目の中に入りやすいので、切るときはくれぐれもご注意ください。はい、私のセルフカットでした。どうですかね。ちょっと若干こっちが短くなった気もするんですが、後でもう一度フィックスしたいと思います。皆さんも今は普段と違う時間を過ごされていると思います。
不安に思うこともあると思いますが、今をどう過ごすかでこの先の未来が大きく変わるような気がしています。私もこのおうち時間が始まってから一つ目標を立てました。それは今後いつ仕事が再開してもいいように今までで一番のベストコンディションを作ることでした。普段できなかった手の込んだお料理やトレーニングをして約3週間ほどでベスト体重を達成し、自分史上最高のコンディションと言えるようになりました。皆さんも何か一つでも目標を掲げてみて、このおうち時間の間に達成できる方は頑張ってみてください。それでは Stay home, stay safe, and stay healthy. Bye!